力、赤い勢力って仲間同士で潰し合ったりするから面白いのよね。産経新聞、2019年3月25日、国民民主、くすぶる解党論、自由党との合併に展望なく。自由党って山本太郎と仲間たちやな。で、小沢一郎が代表やけど仲間たちなんやな。国民民主党の皆さんは山本太郎と組めるの？記事によりますと、国民民主党内で解党を求める声がくすぶり始めた。解党やで。こないだ国民民主党になったんちゃうかったっけ？その前は希望がなかった希望の党。玉木雄一郎代表が主導する自由党との合併構想に展望が見出せないという理由で、一部議員が立憲民主党を軸にした野党再編志向に傾いているのだ。野党再編志向。まだ新しい政党ができるんですか？同様につけ込むように、立憲民主党側はじわじわと切り崩しの触手を伸ばしているやって。13日夜、玉木雄一郎を含む国民民主、立憲民主両党の中堅議員ら10人が東京赤坂の居酒屋に集まったやって。もともとはあの悪夢の民主党で民進党。記事戻って。旧民進党出身者の同窓会を思わせる和やかな雰囲気は、玉木の中途退席後に一変した。あら、玉木がいなくなってから悪口合戦になったのかしら。国民民主党所属議員が、異口同音に回答を唱え始めたからだ。玉木は大きな野党の塊を作るというが、無理ではないか。いっそ回答した方が早いのでは。やって。3月上旬には、この会合の顔ぶれとは別の若手数人が、玉木と面会し、自由党の合併後の展望を正した。面会に先立つ打ち合わせでは、玉木に回答を進言すべきだとの意見も出た。最終的にこの提案は見送られたが、若手に広がる動揺の深刻さを印象付けた。さっさと立憲民主党行ったらええやん。極左の。さざ波のように各所から回答論が沸き起こる理由は、合併構想のゴールが見えないことに尽きるやて。山本太郎と仲間たちと一緒になっても平気なのですかって聞きたいわ。で、玉木は小沢一郎代表率いる自由党との合併後、野田佳彦前首相らを含む旧民進党系勢力を集合し、一つに集めて、野党再編に消極的な立憲民主党の外堀を埋める筋書きを描く。これは玉木の周辺が外堀を埋めようとしてるねって。立憲民主党って前回ですね、希望の党に入れてもらえなかった連中が慌てて作った極左政党やで。今からこれを回答するのは難しいん違う？排除します言われてんね。東京都知事の小池のおばちゃんにいらん言われて排除されて慌てて作った大切な政党やと思うねんけど。しかし野田たちとの合流が実現する兆しはない。そらそやろ。それどころか野田や立憲民主党の枝野幸男代表が距離を置く小沢と組むことによって国民民主党が孤立を深める可能性すらあるやって。八方塞がりやん。国民民主党を解党し、立憲民主党のもとに結集した方が得策ではないか。党内にこんな不安が広がるのも無理はない。動揺を見透かすように、立憲民主党の衆院会派に所属する、元暴走族と自慢していた安住淳、元財務省らベテランは、国民民主党の若手に対して揺さぶりをかけ始めた。ブンブンって感じやねんな。安住淳はちびっこギャングって昔言われてて、2011年9月17日のニュースポストセブンにですね、ちびっこギャング、安住財務省、俺は暴走族出身と明かす、記事がありますので、よかったら見に行ってください。ブンブンブブブン。大きな塊を作るためには、まず無所属になって、頃合いを見て立憲民主党に入ったらいい。安住は2月末、国民民主党若手との会合で、こう促した、やって。立憲民主党の外堀を埋める目的の合併構想をきっかけに、逆に相手から切り崩しを受ける展開は皮肉というしかない。左翼ってこういうことするんだねっていうことですね。
で、立憲民主党幹部は次のように言って北総演だみたいです。回答を訴える動きが出たらもう止められない。じわりと広がっていく。立憲民主党も国民民主党ももともとは同じ民主党、あの悪夢の民主党。それをごまかすために民進党という名前になったんです。で、国民民主党は民進党では勝てないから何を勘違いしたのか、小池のおばちゃんが自分で総理になるつもりやったんか知らんけど、そんな人気ないやろって思うねんけど、まあ、小池のおばちゃんがやな、新しい政党を作ったんや、希望がなかったと、あ、違う、希望の党いうのを作ったんや。ほんなら一番にやな、あの日本のなんかをなんかする党のおばはんが党首投げ出して希望の党入っていったやん。うわ、すっごいことすんな、このババアとか思って見ててんけど、ちゃっかり夫婦で入り込んで、旦那もなんとか当選したみたいやけど、まあ信用ないわ、あんなんな。で、希望の党また分裂して、国民民主党とそのままの名前使った希望がない党になっとんねや。民主党系の議員たちって、気勝ってる人たちが多いん違うかな。立憲民主党の陳さん、あ、今福山か。あいつの官報が出回ってるぐらい、そういうのが多いん違うかな。だから二重国籍の連中がいっぱいそうやな。社会主義インターナショナルに入ることなく、ほんまはそういう思想やねんな。民主党を作った時、社会党系の議員たち、社会主義インターナショナル系の議員たちが紛れ込んでるんだけど、民主党っていうのはそれに入らずして、極左政党。アメリカの民主党と同じマルクソ的な考えの人がいっぱいっていうことなんでしょうね。共産主義、社会主義の連中が入り込んだ国際組織と同じって見たらいいん違います？知らんけどってつけとくわ。ですから、本物の日本人にとっては敵やと思って、もう残念ながら私たち日本人にとっては自民党しかないんよ。で、自民党に公明党がついてるから許されへんとか言う人いるけど、いや私も公明党嫌いやけど、しゃあないねんって思って諦めて自民党を支持しております。で、これから国民民主党がどのようにして崩壊していくか楽しく観察していきましょう。